グロバー・クリーブランド、スティーブン・グロバー・クリーブランド、1837年、3月18日から1908年6月24日は、第22代及び24代、アメリカ合衆国大統領、任期、1885年から1889年、1893年から1897年、歴代アメリカ大統領で唯一、 連続ではない2期を務めた大統領である。また、歴代大統領の中で唯一、ホワイトハウスで結婚式を行った大統領としても有名である。また、ニューヨークの自由の女神像の除幕式に参加した大統領でもある。日本語では、スティーブン・グローバー・クリーブランド、スティーブン・グローバー・クリーブランドとも表記する。クリーブランドは、財界 B 期の院であり、効率関税、 銀本位制、インフレーション、帝国主義及び商業者、農民及び退役軍人への補助金に反対した。政治改革と財政保守主義のための戦いで、彼は国民の保守層のアイコンとなった。クリーブランドは、その正直さ、独立性、高潔さ及び古典的自由主義の原則への関与により賞賛を勝ち得た。改革者として彼は、根気よく政治腐敗。 連呼及および、ボス政治に反対した。大統領職2期目は1893年強行と同時に始まり、クリーブランドはそれを立て直すことができなかった。彼の民主党は壊滅し、1894年および96年の共和党の地滑り的勝利および、民主党内の農地改革論者、銀本位制論者を抑え込むための道を切り開いた。結果として、 政界再編が進み、第三政党制が終焉、第四政党制と進歩主義時代が始まった。クリーブランドは強権主義を取り、強い批判を受けることとなった。1894年のプルマン信頼者会社のストライキに対する介入で全国の労働組合が彼への反感を強めた。また、県本位制を支持し銀貨の自由鋳造に反対することで、 民主党の農地改革論者派は有利することとなる。その上、評論家は彼の二期目を想像力がほとんどなく国の経済的災害に圧倒されたようであると批判した。それでも正直さとその人格で彼はその他何な二期目を切り抜けた。電気作家のはグロバー・クリーブランドにおいてはその偉大さは珍しい資質というよりむしろ典型的な資質にあった。 彼は何千人のうちの誰も持っていないというような天品を持っていたわけではなかった。彼にあったのは正直さ、勇気、固い意志、自律性、そして常識であった。しかし彼は他人以上にそれらの美徳を持ち合わせていたのだと書き表している。身長5フィート11インチ、約180センチメートル。 クリーブランドは1837年3月18日にニュージャージー州においてリチャード・フォーレー・クリーブランドとアンニール・クリーブランド夫妻の9人の子供のうちの一人として生まれた。父親はコネチカット州出身の長老派協会の牧師で母親はボルチモア出身、本屋の娘であった。父方の先祖はイギリスの出身で1635年に イギリス北東部からマサチューセッツに移住した。母方の先祖はのプロテスタント及びドイツ系のクエーカーでフィラデルフィア出身であった。彼はオハイオ州クリーブランドの由来となった将軍の登園であった。クリーブランドは数年後、家族と共にニューヨーク州北部に移り住み、そこで成長した。クリーブランドは重大代半ばにして父親を失い、その後は ニューヨーク州バッファローに住む富裕で有力王子のもとへと移った。クリーブランドはバッファロー市内の法律事務所で法律を学び、1859年にニューヨーク州の司法試験に合格した。その後クリーブランドはエリー軍の地方検事補、保安官となった。その一方で民主党に所属する弁護士として地方で活動し、 担当した職務へのひたむきな集中により次第に名声を高めていった。1881年、クリーブランドはバッファロー市長に選出され、市政改革に業績を上げた。1882年にはニューヨーク州知事に共和党の革新派からの指示も受けて選出され、行政改革の手腕を認められた。クリーブランドは 地方から中央へとトントン拍子に頭角を表した。そして1884年、クリーブランドは民主党全国大会において大統領候補として指名を受け、同年の大統領選挙に出馬した。1884年の大統領選挙において、クリーブランドは共和党のジェームズ・ブレイン候補と争った。ブレインジニエは、クリーブランドが1863年に、 徴兵逃れ、1874年に、不倫相手に隠し子を生ませた疑惑と主張した。クリーブランドはいずれの疑惑も事実と認めたことで、逆に有権者から誠実と受け止められた。一方、ブレインにも、財界と癒着した、地獄事件が発生し、選挙戦は互いに中傷し合う、泥試合の様相を呈していたが、最終的に共和党の一部が、クリーブランドを支持に回ったことにより、 僅差で、クリーブンドが勝利を収め、翌1885年3月、クリーブランドは大統領に就任した。共和党政治が続いた後、国民の期待を担って選出された大統領は、不屈の勤勉さ、信頼感、炎のようなエネルギー、正直さの塊であった。民主党員ではあったが、強い政府、内政への大統領の指導的役割に関しては、 従来の共和党の考え方と近かった。政府の拡張的保護を好まず、国民は政府に経済性、清廉さ、正義を求めるべきであり、経済的対立への介入や社会事業を求めるべきではないと考えていた。このことは、事業に有利な関税、退役軍人への年金、鉄道への土地の優遇などに反対したことにも現れた。閣僚には、 大多数を占める農民や労働者や少数、グループからの代表はなく、法律、政治、ビジネス界から実力ある人物を抜擢した。しかしながら、細部にわたるまで自分で決定しなければ気が済まない、性格として、ブレーンとなる側近やスタッフを置かず、メディアとの接触も避け、ここを貫いた。強い大統領論者だけに、法案への拒否権の回数も著しく多く、 1> 第1期目だけで414回にも及んだ、初代からの歴代大統領の拒否権数合計は204回。議会工作は苦手で、努力もしなかった。クリーブランドは、大統領特権を有効に行使し、重要問題に国民の関心を高めて立法化に努め、議会に対してイニシアティブを取るという、大統領らしい大統領となった。官庁の市民サービスの改善。 主要政府機関の改革、南北戦争従軍者への軍人恩給削減などを実施した。しかし、干ばつに苦しむテキサスに穀物種子を支給するための特別支出金を認めず、インディアンから不法に借り受けていた牧草地の契約を無効にして、放牧業者、インディアン双方の生活条件を苦しめることとなり、非難された。議会との関係もうまくいかず、 銀貨の自由鋳造廃止を提案したが失敗に終わった。当時の最大の関心事は関税問題であった。歴史的に見るとアメリカは保護関税が効果を上げ先進国のイギリスをしのぐ産業国へと発展していた。共和党の優勢が自由貿易を抑えることに貢献していた。クリーブランドは関税を下げる政策を掲げて大統領選挙に勝利した。 関税の引き下げには民主党内部にも少数ではあるが強硬な反対があった。1887年末に出された議会教書は関税修正態度を盛り上げるために一石を投じたものであった。内容は一般関税の引き下げと特に原料品に対する課税の撤廃を強調したものであった。輸入関税によって国民が多額の支払いを製造業者に支払っているとし、 積極的に保護関税修正意見を喚起させた。1888年の大統領選挙では、イギリス大使教が、クリーブランドの当選を期待するという旨の新書を出したことが公開され、これが共和党の対立候補ベンジャミン・ハリソンによる民主党の関税引き下げは、英国製品を合衆国に流通させるものだという、批判に根拠を与えてしまう。クリーブランドはこの煽りで落選した。 一期目の大統領を退いた後、クリーブランドは一時ニューヨーク市で弁護士活動を行っていたが、に、反発、銀本異性による通貨膨張に強く反対し、1892年の民主党全国大会で大統領候補に再度選された。1892年の大統領選挙では、カーネギー鉄鋼会社ホームステッド工場のストライキの際、共和党が、 大手産業の利益を擁護し、労働者を見放す態度を取ったため、大衆が民主党に味方し、大統領選挙は民主党の圧勝に終わった。独占資本による経済支配がいかに国民のためにならないかを問いた、クリーブランドだったが、テキサスが干ばつに見舞われた際に、穀物出資給与特別支出を認めないなど、信念と財政の間で揺れぞくた。 鉄道網の行き過ぎた拡大、1880年代からの農業不況、通貨問題などが重なり、1893年から深刻な強行が始まった。特別会期を招集して、激論の末、クリーブランドは銀購入法廃止案を同に欠かさせたが、関税法引き下げという公約を果たすことはできなかった。財政危機回避のため、 金を国庫に導入するような法案を提出したが、失敗した。不況はさらに続き、労働者のストライキが頻発した。中でも、シカゴのプルマン寝大社会社のストライキは大規模なものとなった。アメリカ鉄道組合も同調し、シカゴを中心とする24州に及ぶ大ストライキへと発展した。これに対し会社の要求により、クリーブランド政権は鎮圧のため、 連邦正規軍を派遣して抑圧し、指導者の投獄を要求した。ストライキは収まったものの、全米労働者の奮撃で、中間選挙は民主党の大敗に終わった。不況が続く中、内政の数々の失敗により、次期大統領選挙で民主党は敗退した。クリーブランド大統領は、アメリカのフロンティア消滅とともに、 領土拡張というアメリカの明白な天命はすでに果たされていると信じていた。したがってアメリカの領土をめぐっての海外進出に対しては消極的であった。前ハリソン政権に先送りとなった実業界の利益を追求するために仕組まれたハワイ、併合問題を認めなかった。スペイン領有のカリブ海に注目するキューバはその戦略的位置と砂糖の産出で注目されていた。 19世紀になって独立を求め繰り返し反乱を起こしていたが、この反乱に介入せず中立を保った。しかし、1895年から1896年にかけてイギリス領ギアナとベネズエラとの間の国境紛争に関しては武力を使ってもイギリスに対抗すべきという断固たる態度をとった。結果としてイギリスは朝廷を受け入れることになった。これは、 外交的勝利として評価された。ホワイトハウスを去った後、クリーブランドはニュージャージー州プリンストンに引退した。クリーブランドは著作に専念するから法律相談を受けたり、プリンストン大学の行事に参加したり、公共の場で講演をしたりした。1898年、公認のウィリアム・マッキンリー大統領、共和党による米非戦争と フィリピン併合が、七者の同意の必要性という建国以来の共和主義の理念に反するとして反対し、アメリカ反帝国主義連盟を結成した。1902年の無縁間労働争議に際して、実情調査の労を取ることを時の大統領、セオドア・ルーズベルトに申し出た。1904年には、お大統領に推薦して、短期間ではあるが、政治活動を行った。 1905年からは、公正なる社会保障協会の再建に積極的に参画した。1908年、クリーブランドは死去した。クリーブランドは国葬で送られた。クリーブランドの肖像は1928年から1946年まで1000ドル紙幣に採用された。巨漢であり、体重は110キログラムあった時期もある。 1886年6月2日、49歳の時にホワイトハウス内のブルールームにて自分が後見人を務めていた友人の娘で28歳年下のフランシス・フォルソムと結婚した。軍楽隊で有名なジョン・フィリップス・ウザが結婚行進曲を演奏した。ホワイトハウスで結婚した唯一の大統領である。フランシス夫人は21歳で、 ファーストレディとしては、最も若く、二人の間には、次男三女が生まれた。大統領の死後5年、フランシス夫人は48歳で、プリンストン大学考古学教授のトーマス・ジェックス・プレストン2世と再婚した。大統領未亡人で再婚した初のファーストレディである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。